今回はですね、ハスクバーナー T150i の2回目のインプレッション動画を撮りたいと思います。というのもですね、慣らし運転というものが一応終わりまして、まあ慣らしって言っても正規ディーラーが進めている時間なんですけども、10時間 100% 以内で慣らしてくださいねという指示があったので、それ守ってですね、ようやく終わりました。で、終わると何が起こるかと言いますとですね、マップの選択ができるようになります。今までは、ソフトタイプのマップを使って使うことが強制されていたんですけども、慣らし運転が終わった後はパフォーマンススイッチ、パフォーマンスマップの方に変更ができるようになりました。おめでとうございます。はい。で、マップはですね、正直よくわかりません。よくわからないというのは文章だけ読みますね。公式のホームページから読みます。マップスイッチ、マップセレクトスイッチを使用するとライダーの好みや条件、地形に応じて出力供給を変更できるエンジン特性を調整することができます。その場でトグル切り替えできる設定が2つあり、1つは標準でフルパワーのマップ1、もう1つはソフトなパワー供給でトラクションの少ない地形でイグニッションのタイミングを遅らせるマップ2ですと。はい。一応公式の、ホームページにはそういった記載があります。で、マップスイッチがどこにあるかというとですね、もしかしたら前説明したかもしれませんが、ハンドル周りのこちらですね、ここにスイッチがあります。これがソフト、これがフルパワー、パフォーマンスモードですね。切り替えができます。ちょっと今日はですね、このマップ1、マップ2、フルパワーと、パフォーマンスと言いましょうか、パフォーマンスとソフト、この、違いについて少しレビューじゃないですけども、皆さんにお伝えしていきたいと思います。素人なのでね、その違いがね、どこまでわかるかっていうのはちょっと不安ですけども、素人内のレビューになります。で、あとは、ストレンジモーターサイクルさんの、サイクルさん AD タクさんにですね、このバイク預けてますけども、リアサスとフロントサス、ローダウンをしてもらいました。はい。リンク入れたいとか、あとフロントフォークの突き出しで、避けることもできるんですが、いろんなことを相談した上で、サスペンション自体でやっぱり下げるのがいいんじゃないかというところで落ち着きました。もちろん金額は少しだけ、高くなってはいるんですけども、運動性能を損なわずに、いいカスタムができたんじゃないかなと思います。だいたいシートのあんこ抜きで40ミリぐらい、30か40ミリぐらい、50までいかないと思います。で、サスペンションのローダウンで、前後で調整して30ミリくらいですかね。合計70ミリぐらいは多分純正よりもローダウンができていると思います。純正が950ミリなので70下げたことになると880ミリですね。はい。これ以上下げちゃうと、運動性能を大きく損なう気が私はしているので、今もう足がつく、もちろん谷がつきませんけど、もう十分なので、必要十分なので、これ以上下げることは、しない予定です。はい。それではヘルメットに GoPro つけて、この今日はこのいつもの広場ですね、この広場を軽く適当に流しながら、マップのソフトとパフォーマンスの違いを少し体感できればなと思います。じゃあ行ってみましょう。はい。それではまずは見えるかな、ちょっと見づらいんですけど、これ見えるかな、矢印が2のところにあります。2ってのはソフトで、奥に1があるんですけども、1がパフォーマンスです。なので今2に入ってます。ソフトですね。ソフトで少し走ってみたいと思います。一応自宅からここに来るまでだいたい15分20分ぐらいですかね。公道を走ってきているんで、エンジンの方はある程度温まってるし、初っ端からある程度の感覚が掴めると思います。あとはこういう流しだけではもちろん
高回転機を使わないとそのパフォーマンスとソフトの違いっていうのは分かりづらいと思うので何とも言えないんですけど、今ソフトですね。わかんないですね、これだけじゃと。今ちょっとキャンバーターンをしている。はい、そういえば前回の1ヶ月前のクロカンで、野崎先生ゲストのクロカンでキャンバーターンは父ちゃんもだいぶ今後の課題だねなんて話してましたね。まあこれはこのキャンバーはそこまでそうあれですけど、そのヒルクライムの登り切ったところで U ターンするところですよね。問題はみんな結構バイクぶん投げてたんで、脱線しちゃいました。ちなみにファーストインプレッション動画でパワーバンドに入るつながりのところがモコモコするって話があったんですけども、ちょっと直線で軽く速度を出してみましょうか。こんな感じで、いやこれどうなんすかね、わかんないな。実はこれちゃんと吹き切ってるんですよね。吹けてるんですよこれ。もちろん自宅からここまで15分ぐらい流してるんで、そのかぶりっていうのはかぶりは解消されたのかなと思うんですけど、前回の動画の時はいくらその行動でここに来るまで温めたところで結局かぶってたんで、不思議ですよね。しかもマップスイッチも結局ソフトで変わらないんで、変わったことって何もないんですよ。だからそうなってくるといよいよ気温と湿度なのかな。今多分20度いかないぐらいですか、わかんない、20度ぐらいかな、湿度ちょっとわかんないですけど。確かにファーストインプレッションの動画撮った時ってそこまで今日ぐらい、今日は暖かく、もちろん暖かくないんですけど、そんなに変わりますかね。そんな変わんないですよね。いよいよ何なんだろうって話になってくるけど、じゃあ結局鳴らし的なものが本当に終わっていろんなものが噛み合い出したってことですか。知らないけど詳しいことは分かんないけど、そういうことでね。実は昨日も練習してて、昨日練習してて、結局そのパフォーマンスのスイッチにマップに入れた時に吹きが良くなったんで、もしかしてソフトがモコモコでパフォーマンスにすると気持ちよく吹けるのかななんて思ったんですけど、今日いざ来て久々にソフトの方で乗ってるんですけど普通に吹き切ってくれるんですよね。そうなってくるとマップスイッチは関係なかったってことになりそうで、別にいいんですけど、もちろんソフトも使うことはあると思うので。よくわからないな。若干傾斜のある、ほらね、普通に吹き切ってくれるんですよ、気持ちよく。ここですね、やってみたいと思います。全然気持ちよくね吹けてくれてる印象があるんですよ。
助走少なくても多分いけると思いますよ。ほら、いい感じ。はい、という感じです。一旦戻りましょう。今ザクッと走っていましたけど、あのソフトで走りました、公式ではなんだっけ、遅らせるみたいなこと言ってましたね。忘れましたね。何かを遅らせるとは書いてましたけども、よくわかりません。はい、ということで、ちょっと休んで先に切り替えておきますけども、マップスイッチをパフォーマンスに変えて次はちょっと走ってみたいと思います。ちょっと休憩します。はい、それでは次はパフォーマンスに入れて走ってみたいと思います。多分本当に違いは分かんないと思います。どうしようか、まず直線のある程度の加速で見てみましょう。やってみましょう。絶対分かんないですけど違いは。怖くかけられないです。シッティングでいきましょう。シッティングで、どうでしょうか。正直明確な違いが分かるかといえば分からないんですけど、でもなんとなくですよ、なんとなく鋭くなった気がします。なんとなく鋭くなった気がするだけですね、私は。それだけですね、感想は。本当にこんなんでいいんですかね。やっぱコースとかに出ると違いが分かってくるんですかね。どうなんでしょうか。逆に分かんなかったらね、意味ないけどね。ここの石がな、このキャンバーターンに限らずですけど、その今フロントはさ、結局今どこを通ってるのかっていうのは、まあフェンダーがあって見づらいけど、ある程度分かるわけじゃないですか、今フロントがどういう状況なのかっていうのは。例えばこれあったら、その右側のこの石フロントは超えてはいるんだけど、絶対これで行ったら内輪差的にはギアはこの石に乗るわけですよね。でその乗る瞬間に、あの絶対タイヤって変な動きをしますよね、リアタイヤって。そこ のフロントとリアのタイヤが今どういう状況なのかって考えないと、絶対なんて言ったらいいかな、想定できてるかどうかってすごく大事ですよね。今からここでこう行けばギアがこの石に乗っかるなっていう、そう乗っかる瞬間に絶対不安定になるわけだから、そこに構えることって大事じゃないですか。これ今乗ってる状態、今超えた状態ですよね。こういう真面目な話ですけど、こういうの大事ですよね。で最近学びました。私大学生の頃からオフロードちょっとかじって乗ってるんですけど、こんなことまでちゃんと考えてなかったですからね、昔は。でこういう風に考えて乗るようになるとすごく面白い。はい、キャンバータウンはもういいでしょう、疲れるし。じゃあ同じくある程度傾斜のある
勾配で斜面で登り降りをしてみたいと思いますが、どうでしょうか、違いがわかるんでしょうか、果たして。はい、助走しっかりつけて、初速つけて、はい、違いわかりません違いがわかりませんね。あー、でもこのレスポンスは良くなってる感覚はあるんですけどね、どうなんですかね。まあ、パフォーマンスのところは結論、パフォーマンスとソフトのマップ数値の違いっていうのはこういう乗り方ではあまりわからないと思います。もしくは私の経験知識が足りないだけなのかもしれない、その方が多分あると思うんですけど。ちょっと話変わるんですけど、昨日ここに来て軽く練習してて、やっぱフロントアップ練習しなきゃなと思ってやってたんですけど、ちょっとね、怖くてあれできないんですよねビビりなもん。やっぱりその体後ろに引くっていう動作って怖いですよね、普通に。上に引いちゃうんですよ、やっぱりどうしても。で、後ろに頑張って引くと、ここがね、私すんごい苦手で、ここってどうかっていうと、後ろに引っ張った時にここの動作、もちろん開けないといけないじゃないですか、で、引っ張んなきゃいけないじゃないですか、ここの加減がすんごい苦手で、後ろに引っ張ろうと思うとこうなっちゃうんですよね。もちろんクラッチ握ってるんで大丈夫なんですけど、いざこれ逃げなかったらまくれるんで、そこの恐怖心と戦ってるわけですよね。で、野崎先生の教えで基本的にはお互いこう一本指を左右クラッチもブレーキも乗せて走ろうっていうのが先生の教えだと思うんで、そうするとなおさら引っ張る動作にもなんか3本で引っ張るんで、ちょっとこう不安定で、逆にこれ鼻こうやってドラえもん握りでやると意外と恐怖感なく後ろに引っ張れるんですよ。でもこっちに一本指かけながらやるのに慣れたいんで、絶対ドラえもん握りしないようにしてるんですけど、でも結局今みたいな話っていうのも聞いた話だし、今度野崎先生のトレイルスクールがあったら絶対参加しようと思います、よし、ちょっと休憩して、軽くセクションでも作って練習して帰ります。はい、それじゃあセクション軽く作っていました、やってみたいと思います。だいぶ TE には苦しいターンのきついセクションですね。自分に厳しく、インからの上りで、しっかり右ターン決めて OK で、下で大きく水たまりで回ります。あー、ラインミスったな。うん、本当はこっちのライン通りたいんだけど、まあいいや。大きく水たまりターンを決めて、で、この赤で上ですね、すり足。よっしゃ、いけそう。
ああなんてことでしょう。悔しいね。暑い。もう一回行きます。ああやっぱりあのロックの登り怖いですよね。よっしゃ。しっかり右ターン決め、もうできれば右のラインを選べたい。よし、 OK、 入った。で大回りして、いやー厳しいね。厳しいよ。厳しいよ。自分で作っといたいだけで。ちょっとホックすぎませんかこれ作った人。作った人これ厳しいんじゃないですか。ダメだよ。もう一回行ってみます。一応やべ、へっぴり腰。左足が痛い。左足つかせないで。でこれいけると思うじゃないですか。絶対哀れるんすよね。だったら避けるしかないよね。もうね、詐欺の重要性はこうちゃんから教わってますよ。はい、厳しくない？ちょっとセクションコーディネーター厳しすぎますよ。いやもうあそこアウトにしますよ。よいしょ。自分に甘く、最初は厳しく、ダメなら甘く。もういいよ、アウトにするよ。はい、これで平和的解決ですね。最後そこアウトで終わりで、多分インの上りとそこのターンは OK で、そこの降りるときのライン選びがもっと右側ギリギリになるようにターンをちゃんと大きく回るで、水溜りターンはしっかり水溜りのところへ初速つけて砂利をかき回さないようにして上に上がる、で上上がってきたら最後安全にアウトということで、これぐらいでいいっすね。
これ左縛ってないんで、こっから行っちゃう。で大きく回る。でしっかり右のラインを選んで行きたいけど怖くて行けないと思ったら行けそう。 OK。2ちょい下げ。3点なんだけど、やっぱりね、水たまりターンからのそこのゴロゴロ石登りが多分自分の中でだいぶ甘く見てるんだろうな。しっかり下げるのかしなきゃいけないですね。もう一回行くぜ。もう一回行きますよ。右のライン選べたね。しゃあ。やべ。2点。うん、難しくないですか普通に。本当の感想、難しくないですか。難しいよね、この YouTube 見てくれてる方々、難しいっすよね。よいしょ、行きます。いや、難しいっすね。いや、一回ちゃんと行きたいな。あと体力的にも厳しいんで、次行けなかったら諦めます。次ラスト、もう次はしっかり下げる。もう4点で抜ける。それでいく。4点で抜ける。しゃ、だいぶずるラインですが許してくれ。2点で下げる。振る。すり足で2点、下げる。ここですね。いくよ。これでも決めたい。よし、よっしゃ。あー、よかった。最後終われたね、ちゃんと。よし、はい、
はい。ということで、はい、ということで今日の練習は以上にしたいと思います。まあ練習というかね、前半はセカンドインプレッション、2回目の印象動画ということでレビューしていきましたけども、まあ結論、ソフトスイッチとソフトマップとパフォーマンスマップの違いっていうのは、多分こういう遊びでは分かりづらいんじゃないかなと思います。多分です。なのでまあ基本的にはパフォーマンススイッチでやって遊んでいきますけども、あんまり分かんなかったです。まあちょっとやっぱレスポンスが鋭くなったとか具合なのかな、わからない。はい。あとはセクション練習していきましたけども、やっぱり登るときにしっかり下げってなんかダサい印象あるんですけど、いや下げないと登れない坂ばっかりですからね。下げってダサいことじゃないんだよっていう、これちゃんと考えないといけないですよね。はい、ということで今回の動画はこれで以上にしたいと思います。また次回の動画もお楽しみに待っていてください。